さあ始まりました。本日もパレットトークンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、9月27日10時14分、午前ですね、10時14分、YouTube 録画しております。はい、現在のパレットですけども、62.2円ということで、結構ね、だいぶ値段が安定してきたかなというところかと思います。他の仮想通貨もですね、一時、中国の仮想通貨全面停止というニュースを受けまして下落かなりねしてましたね。この辺がそうですかね、これ。この辺がそうかもしれないですね。ニュースが出たとき。それからちょっと戻してきているような状況ですね。ビットコインなども安定しております。ビットコイン486万円ぐらいですね。3% 高。それからイーサー強いですね。34万8000円、8% 高で、まあ、主力のアルトコイン、仮想通貨、ビットコインなどもかなりね、値段が上がってますので、しっかりした動きが期待される、こちらパレット。パレットですね、私はパレット結構押してるんですけども、パレット押してる要因何個か上げたいなと思います。まあ、ただね、1つ上げたいとしたらですね、まあ、2つですね。今回2つ私がパレットをする理由。まあ、1つ目はですね、以前から言ってたように、コインチェックでしか買えない。こちらですね、62.4 円ですけども、他で買いたいと言っても、コインチェックに口座を開かないと買えない状態です。海外の方もコインチェックにもちろん開かなきゃいけない。それから国内の方もコインチェックに開かなきゃいけない。となると、ちょっとプレミアム感ないですかと思います。なので、他の市場で買えないっていうこの優位性ですね。レア感。これが一番買う理由です。私はこれが一番の理由です。それからそれも波及した二つ目の理由ですね。これをお伝えしていきますけど、この下がった時期。これは先ほど言ったように中国の問題が原因でした。中国の方で仮想通貨全面停止になります。ちょっとこの停止というのがですね、どのぐらいの停止なのかはわからないんですね。わからないんですけども、まあ取引ができなくなるよということなんで、まあそれが出金はできると思うんですけども、あとはまあちょっと取引自体がまあそういえば言ってもね、今多分普通に全部ストップしているのかちょっとはっきりわからないじゃないですか。で、おそらく今見た限りでは下がってないですね、ビットコインとか。ということは、今のところあんまりニュースが出ただけで、市場は落ち着いてますね。まあ、今のところはですね。まあ、ただ、もし逆に、その市場に影響が出てくるとしたら、中国のね、仮想通貨の問題じゃないですか、今回は。ただ、まあ一応世界にも広がってくるんですけども、パレットを持っている人っていうのは、多くの方はおそらく日本人ですよね。ですので、パレットを直接売ろうっていうふうにはあんまならないと思うんです。ですので、パレットは他のものよりは下がらないと思うんです。どっちかというと。他のものが下げてくる。影響で下げてくることはもちろん重々ありますけども、売り圧が少ないと思いますね。日本の方は、まあ、やっぱり中国のね、仮想通貨の問題で下げてくれば、パレットもちろん影響ゼロじゃないですけども、他のに比べると、買ってるのは日本人が多いですから、絶対。間違いなくこれは。まあ、いますけどね、多分いますけども、日本人がほとんどだと思うんですよ。先ほど言ったような経緯がありますから。まあ、ですので、売り圧が他のやつよりは圧倒的に少ないと思われます。なので、こちらがやっぱり買いの推奨ってわけじゃないですけど、私が押す理由ですね。私が押すだけなんで、皆様に買っていただきたいというわけでは全くございませんので、これは誤解のなきように。私が2つポイントを挙げるとしたらそこかなと思って、私は買っているわけですね。まあ、それが理由です。はい。ということで、あとは、まあいろいろね、その、まあ NFT とかいろいろありますけども、まあそれが2つ一番でかい理由ですね。まあレアのものって結構上がりやすいなっていうイメージがあるので、そこが一番の理由なんですけども、今回はまあそういう理由が出てきたので、プラス補足できているというところですね。で、パレット 62.4 円。じゃあここからどこに行くのかが気になって、その背景はいいんだと。値段が気になるっていう方もいらっしゃると思います。どうなっていくか。まあおそらくはこの下がったところですね、64円。ここにまず戻りたいですね。63.9。ここはですね、どうでしょうかね。まあ、63にまず行ってからの話だと思いますので、63に行って、そうですね、そうするとちょっと平行チャンネルも引けるような状況で、まあ、上昇トレンドラインがビュッと引ければですね、65ぐらいまで行けるのかなと思うんですけども、まあ、ちょっとあと下を見るとですね、この辺ちょっとダブルボトムにも見えるんですね、こことここ。まあ、上がってる状態のダブルボトムなんで、結構上に行けるんじゃないかなと、個人的にも考えてます。それプラスやっぱりパレットっていうのは、まあ、なんだかんだ言って人気もあるのかなと思いますね。まあ、IOST とちょっと似てると思うんですけども、そこは。これからやっぱり購入される仮想通貨として、例えばですね、
まあ、じゃあリップル、昔人気があったリップルとパレットだったら、おそらくはリップルよりパレット買おうかなっていう方の方が多いような気が私はするんです。まあこれは本当間違ってるかもしれませんけどね。まあ、リップルももちろん私も何度も取引してるんで、すごい素晴らしい仮想通貨かなと分かるんですけども、その上でパレットの方がなんかこれから買う人増えんじゃないっていうようなところがあるんですね。まあ、素直に正直に言いますと。まあですので選ばれやすいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ただ一つ気になるところが皆さんもあると思います。それは4円で買っている方たちの動向だったりとか、まあ実際は IO で値段が上がっている状況でしょっていうのが気になっているので、なかなか取引ができない。IPO で上がった株と一緒ですね。ちょっと買って、IPO で上がったものっていうのは、当選しなかった人たちからすると、ちょっと値上がりしてるよねっていうふうになりますよね。それと似てるところが、パレットにも絶対あります。そこが、先ほど言ったような優位性と比較してどう取るかっていうところです。本当は IPO とちょっと似てますね。IPO 後のセカンダリーと似てると思います。今も IO のセカンダリー状態なんですね、結局は。ですので、そこがどうなるかですね。ですので今のところ仮想通貨のこの動きというのが非常に安定してきていますので、パレットもその中国の問題がだんだん落ち着いてくればですね、より上がってくる可能性ありますし、年末にかけてまた仮想通貨結構変わりやすいような状況にもなりやすいんですよね。ですのでちょっと上がってくるのかなと思います。それからまあ60円前後というのは非常に、なんて言うんでしょう、拾われやすいようなイメージもあるので、まあ、60円ぐらいで買ったものが80円ぐらい、70円ぐらい、そのぐらいでちょっと売る感じで、イメージでとりあえず行って、それから長期のものはもう本当にガチをしておくみたいな感じでストックしておけばですね、62円は悪くないかなっていうふうに考えますね。まあ、そんなにこう下値もそんなにね、なんかこう、まあ、4円までみたいなことは思う方もいらっしゃると思うんですけども、思ったより深くは下に行かないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、一旦60円ぐらいとか、それから下に行った場合ですけども、下に行くとそうですね、この辺も58円ぐらいもちょっとサポートになりそうな感じかなと思うので、まあ、この辺で買えれば一番ベストかなというのはちょっと思いますよね。ちょっと下落してきて、58.5 でポチッと買えれば、まあ、さらに上値が取りやすい。66円ぐらいで売れてもいいですよね。64円とかでも悪くないかなと思いますので、ちょっと下がった時に変えたらラッキーかなっていうふうにも考えますね。まあ、ここまで下がってくるかはわからないので、ちょっとでも結構右肩上がりで結構上がってきてるかなと思いますね。ここが一部始まりだとすると少し値上がりしてるなってイメージあるので、まあ、ちょっと順調に値段回復してきてるんじゃないですかね。まあ、ですので、まあ、62円ぐらいで買って、66円ぐらいとかで売るのはちょっと、まあ、少ない気もするんですけどね。まあ、多く買えれば悪い投資ではないような気もしますし、まあ、ちょっともうちょっと上値も取れそうかなと思うので、68ぐらいとかですかね。そこまでもいければ、もうちょっと上にもね、70ぐらいとかにもいける可能性十分あるかなと思いますね。ゆっくりかなと思いますけども、急騰もある場合はニュースが例えば出た場合はガツンとね、イナゴみたいな形でどんどんと上がっていけば70円ぐらいというのはあっという間にいけるかなというふうにも考えます。ただ今のところですね、下値切り上げていって64、66っていう流れかなと思います。ただ64に行く前に63ぐらいで一回コツンとなってからかもしれないですね。そうですね、この辺とかで一旦まあサポート受けて64、66みたいな感じかなっていうふうにも考えますね。まあ、ですので下値としては58、この辺ですね、この辺で買っていくのと、あとはこの辺で買った場合は66ぐらいで一旦利確してもいいかもしれないですね。まあ68、70ぐらいまでいければベストかなっていう、とりあえず短期用はですね、まあ、長期の方はもう持ったままなんで、この辺で少し買っていって、まあ1年後とか10年後に売るみたいな感じでもいいかもっていうふうには考えてます。短期はちょっと多めに買ってその辺で売るっていうのも戦略としては面白いかなっていうふうに考えます。まあ、ですので2通りですね。58に行く場合はそこで買って、まあ、ちょっと、まあ、66ぐらいで売ってもいいと思いますね。そのぐらいで売れれば64とかでもいいと思います。そのような形と、あとここから上がっていく場合は、まあ、この辺で買っておいて66
68、70とか。で、長期はずっと持っているみたいな感じで、うん、まあその通りかなと思いますね。まあ、ただ狭いレンジでね、動くこともありますので、その時は慌てず、ちょっと下がった時を狙って、ちょっと待っておくっていうのもいいかもしれないですね。今ちょっとまた、不安定は不安定だと思うんですね。まあ、今日はしっかりたまたましてるんですけども、まあ、明日どうかはわからないですから、まあ、しっかり、下がった時にも買えるような状況、それから少しパレットがやっぱどうしても欲しいなっていう方は、この辺でちょこちょこと買っていって、まあ、短期分と長期分で分けて投資をしていくっていうのが一番負けない投資になるかなと思います。まあ、ここから急落していくっていうことがなければいいかなっていうふうには考えます。杞憂であれっていうところですね、そこは。はい、ということで、今回パレットトークンですね、まあ、ちょっといくつかのパターン、数値もちょっと加えてですね、お伝えしてみました。まあ、今はあんまり動いてないとはいえですね、まあ、中国の問題がまたどういうふうになってくるか、それから他の国でもね、まあ、問題がまた出てくるかもしれませんので、そこに応じて動けるようにフットワークが軽くということでね、負けない投資を皆さんも心がけて一緒にいきましょう。ということで、今回もパレットトークンのチャート分析以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。